私が生後6ヶ月の時家族みんなで仏教徒になりましたブッダはこうおっしゃっています死ぬまでの行動や言葉考えによって積み重ねたものカルマが来世の準備になると現世で良いカルマを積めばここもしくはどこかでとても良い生を授かります もし悪いカルマを積めば、来世でもたらされるのはひどい人生です。動物や鳥に生まれるか、人間に生まれても不幸な人生です。体の一部を手放す心構えはできています。いい来世にしたいですから。目を提供した人は世界を見る機会を与えられます。目の不自由な人をこうして助けてあげれば、知恵を見ることができます。 知恵があればこの世の真実を見ることができますここには他にも92歳になる僧侶がいます目が良くて眼鏡も必要ありません何でもできて一緒に瞑想を申します前世で誰かに目を上げたのだと思いますかはいそうですブッダは前世で王になりました目の不自由な物声が宮殿に来て王に頼みました 王様あなたの目を私にください王はあげることにしましたブッダになる道をたどろうとはしていません私たちは弟子です思いやりから臓器を提供する人がたくさんいます。 私は瞑想施設で瞑想していました見知らぬ僧侶が私のそばに来て言いました何か提供したいですかとはいできればと答えましたすると僧侶は死にかけている患者に腎臓を提供したいですか患者はキリスト教徒だともその患者の目を見てとても悲しくなりました助けなければと思いました 腎臓を提供された女性にどうお礼をしたらいいか尋ねられましたあなたはキリスト教徒だいい人間になるでしょう自分の道を進みなさいと言いました何年も私はひどい頭痛持ちでした寒いと歩けない日もありました腎臓を提供してから頭痛は消えました良い行いをしたおかげだと思います。 that meritorious act.